極悪非道なる大罪人アーサーの裁判を行う。美しき裁判長ティファレト様、よろしいですか？許可するざす。極悪非道なる大罪人アーサーの罪状は以下の通りである。一つ、諸ある世界を乱した罪。一つ、みだりに民衆をたぶらかした罪。一つ、城内への不法侵入を試みた罪。今謝れば許してやってもいいんだよ。このペリノアに二言があるとでも？あいつマジでやる気だ。さあ始めようぜ。いいだろう、そろそろペットを新しくしたいと思っていたところさ。マダム、まだやれます。どうか処分だけは。お黙り。悪いね、今日はついてるみたいだよ。参ったね。カードも見せずに降参かい。いや、ロイヤルストレートマンゼニーだ。約束通りいただくぞ。ペリノア様、このペット名を助けてください。自由っつうのは自分で掴み取るもんだぜ。しまった。イカサマじゃねえか！あの人のことだ。どうせこの辺りで。待て、イカサマ野郎！高い場所へ逃げる癖は相変わらずですね。なんだお前か。別に逃げてるわけじゃねえ。今日はいい月が。ご相談があってきました。ちょうどいいや、おごってくれよ。朝けーまい。昔から困った人でしたが、王を退いてから拍車がかかったようですね。そうか、いつだって俺は俺だぜ。それがいけないんです。かつてのノーサンバランド王であるからには誰が見ても恥ずかしくない。お姉さん、あちらで一杯いかがですか？話を聞きなさい。いい汗かいた。今日はここまで。あなたたち国民どもにもこの振り付けを完璧にさせておくざす。イエスマン。なあ、やっぱりこの姿をキープするのは疲れるざすね。見たな、私のすっぴんは。ブリタニアも妙な奴に絡まれたもんだな。エクスカリバーを奪われた私は王失格です。しかしまだ聖剣カリバーンがある。師匠に預けていたカリバーンを引き取りに来たのです。ああ、あの剣ね。お、ペリノアじゃねえか。お前の噂で持ちきりだぞ。何やったんだ、うん、お前ら聞きたいか、生まれたばかりのペリノア伝説を。何が伝説だ。お前な、レジェンド様を目の前にして。うまかったうまかった、最高だな。なんだよ、これからいいところだってのに。師匠、もしかしてお腹痛いのか。先ほどお話しした通りです。私はブリタニアを救わなければならないのです。
カリバーンを手にしたところで今のお前じゃそのティファレトってやつには勝てねえよ。それはやってみなければわからないでしょう。わかるな。いいだろう、剣のありかは教えてやるよ。俺の飲んでるこの酒を一滴でもこぼさせることができたらな。昔の私とは違いますよ。来い。これが空になったら終わりな。おい、あれってベリノアだよな。ああ、ちょっと飲みすぎたかな。俺も。これで最後だな。なぜだ。ずいぶん剣が硬くなったもんだ。お前も引退したらどうだ。ブリタニアの民が私の王の帰りを待っている。では聞くが、お前にとって王とは何だ。王とは剣によって選ばれた者のことです。じゃあ今のお前は何なんだ。剣を失い、飲んだくれの親父一人仕留めることもできない、今のお前は何なんだよ。私は今のお前にエクスカリバーはふさわしいのか。それはもちろん。あまり固く考えるな。さあ飲み直すぞ。確かに私なんかよりも絶世のグラマー美女のティファレトの方が王にふさわしいのかもしれませんね。何？ティファレトってそんなに？どうやって何？教えてください、カリバーンのアリカ。卑怯者め。勝負は勝負です。仕方ねえな。カリバーンは俺の手元にはない。まあちょっといろいろあってな。最近酒代も急に上がったしよ。ほら一寸先は闇の神殿ってよく。つまりそれはどういうことですか。結論から言おう。質屋に預けた。質屋。質屋！ちょっと変わり者だが、話のわかる親父だから相談してみるといいぜ。まったくあの人は。いらっしゃいまし。何かお困りで？本当の自分、自分らしさなんて誰もたどり着けない、永遠の迷路みたい。君の目には僕はどう映ってるんだろう。みんなが望む僕を演じきれるかな。知らず評価ばかりを気にしてかぶった行儀のいい仮面の姿。
ここは剣に魅せられた者どもが集まる剣王の領域。久しぶりじゃないか、アーサー。アニメモンスターストライク転生声優オーディション開催決定。ルシファーやアーサーなどモンストの人気キャラクターと熱いバトルを繰り広げる転生の声優を大募集。最終オーディションはなんと X フラッグパーク2019のステージ。あなたの声がモンストの一部になる。お前たちの応募を待っているぞ。よく来たな。一緒に飲もうぜ。おーい、こっちに酒。あとチャンネル登録。